トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。7月26日水曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は BCW のオスバトですね。この鳥は5月11日生まれ、千葉の鶴岡さんからいただいたハトの子供で、この配合は今年初めての配合になります。好結果を期待してます。これから出社口を開けて社外を開始します。ハトさんは出社口の前に揃ってます。今日も全数じゃないと思うんですけども、ある程度の波数が元気よく飛び回っているんじゃないかなと思います。この棚の上にいるハトの出方は素晴らしいですね。飛び始めたハトたちです。今日の天気は晴れ、風は北風1メートルから3メートル吹いてます。気温は 26.4 度、昨日は25度でしたけども、今日は 1.4 度アップの 26.4 度。やっぱり26度になりますと暑いですね。北風が吹いてますけども涼しくないです。生ぬるく感じます。あとは集団なり少し厩舎から離れたところを飛び始めてます。最初の飛翔ですから10分間ぐらい経ったらば降りてくんじゃないかなと思います。飛び始めてから5分が経過しました。社外直後は遠くの方を飛んでいたんですけども、すぐに戻ってきて厩舎の周りの旋回です。今日は普段よりもさらに1回目の飛び方がなんか甘そうですね。屋根の上にはまだ 20% 以上残っているような気がします。この鳩たちが飛び上がってくれればいいんですけども、厩舎の周りぐるぐる飛んでる割には屋根の上の鳥は飛び上がってくれません。お、一部飛び上がった。なかなか思うような 全数飛翔というシーンは見れないようです。ただいまの時間は5時50分になりました。1回目の飛翔は10分から15分ぐらいでいつも通り降りてきまして、屋根の上にいて休んで再び飛び上がったところです。2回目の飛翔ですね。2回目の飛翔は少し波数が多くなりました。厩舎の屋根の上にはまだ残ってますので、もう少しですね、あと1週間経ったら全数飛び立ってくれそうな気がします。集団が分かれましたので遠征に行くのかなと思ったらば、その集団がまた戻ってきました。遠征には行かないですね。今日の飛翔は厩舎の周りの旋回だけですね。ちょっと離れたところ5分ぐらい姿が見えなくなる時もあるんですけども、だいたい厩舎の周りぐるぐる旋回です。今日は遠征に行ってくれないようです。気温が高いしあまり飛びやすい条件ではないのかもしれないですね。そこそこ遠くの方を飛び始めてます。2回目の飛翔開始して20分が経過しました。遠征には一瞬だけ行ったんですね。やっぱり5分間ぐらいで戻ってきて厩舎の周りの旋回です。今日はちょっと離れたところへ行っても他厩舎の鳥がいないんでしょうね。合流せずに単独でまた戻ってきてます。なんか見てて寂しそう。他厩舎鳥社外する時間若干変更しちゃったのかななんて、思います。またこの暑さですから鳩も遠くの方へ飛びたがらないのかもしれないですね。今もみくちゃにされちゃいますとまた失踪の危険のある5月生まれ6月生まれがいますので、まあ今日見たく単独飛翔というのはいいかもしれないですね。あとはまた随分今度は南の方へ、南の方の遠くの方へ行きました。あとは3回目の飛翔を始めてます。2回目の飛翔は6時20分に降りてきまして、やはり屋根の上で10分間ほど休憩した後6時30分に飛び上がって今厩舎の周りの旋回です。スピード感もないしだらだら飛んでるだけですね。もう3回目の飛翔は長くは飛びそうもない感じ。
まだ屋根の上の鳥飛び上がってますんで、今日一度に飛ぶ鳩の波数としては一番多い波数になってるのかもしれないですね。屋根の上には何羽残ってるかな、ちょっと見てみたいと思います。厩舎の屋根の上には6羽ですね、残ってるのは。ということは最後の7羽のうちの1羽は飛び上がってるんですね。いや、最後の7羽以外全数飛翔ということで、なかなかいい波数になってます。入射口は今閉めてありますんで、これから開けて鳩が降りてきたら入射ができるように準備したいと思います。いつ降りてくるかなという感じの飛び方です。3回目の飛翔は10分間でした。6時40分ごろ降りてきましたので、しばらく屋根の上で遊ばせて呼び込んで今餌をあげているところです。今日の射外時間は合計すれば50分から55分なんですけど、なんかこういまいち元気のない飛翔ですね。遠征に行かなかったのもなんか物足りない感じがします。5分とか10分の遠征時間では遠征行ったうち入んないですよね。やはり最低30分ぐらい遠征に行って戻ってきてくれればなということです。まあ微妙なのは6月生まれの鳥がまだ残ってますので、これが一番心配ですね。失踪しないで順次がうまくいってくれればいいななんて思ってます。今日は水曜日、これから水浴びをさせたいと思います。タネバトのオスの水浴びです。いやー、元気そうに水浴びしてます。1週間に1回の水浴びタイム、待ち遠しかったんでしょうね。暑い日が続きますから、ハトさんの水浴びも楽しそうです。こちらはメスのタネバト。私が扉を開けたら水浴びやめて外に出てきてしまいました。こちらは選手バトの水浴びです。我先にと今日は勢いよくタラの中に飛び込んでます。水浴び待ちの鳥も随分いますね。先週はあんまり喜んでなかったんですけども、今週は勢いいいですね。やはり暑い日が続いてますから、鳩さんも水浴びをして一息入れたいのかもしれないですね。いい感じの水浴び風景です。水浴び順番待ちの鳩と、水浴びを終わって羽を乾かしている鳩たちです。まだまだ水浴びしたいのが随分いて、わさわさたらいの方は忙しそうです。水浴びを終わった鳩たちです。羽を立てて羽を乾かしてます。この灰なんかもう本当に寝っ転がり方おかしいですよね。灰ごまの差しの跡、ずいぶん濡れてますね。灰の差し、これも羽を立てて羽を乾かしてます。気持ちよさそうですね。水浴び終わった鳩たちは気持ちよさそうに床でゴロゴロ、自分の好きなところに行って羽を乾かしてます。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。